ソースネクストさんの会社の特徴としてです、ね、いろんな種類のソフトを膨大な種類のソフトを取り扱っていらっしゃいますがそれらが大きく2種類に分かれるといううことです、ね、そうですすねねそ例えばいきなり PDF とか特打ちというソフトはもうソースネクストが作っているものです、ねはい、自社製作の自社製品つまり自,、はい、自分たちで企画して作る製品あとはこの上のエバーノースさんとかドローボックさんとかになってくるとどこかですでに作られている製品を当社が もう売るだけの商品まあこういったいろいろありますアメリカとかから持ってきて日本用にパッケージ化して店頭で売るとはいそうですいうものと自社で完全に開発から販売までやってる商品といわゆる作るとこからやってる商品と売るだけの商品とあるわけですねそうですねこれをやっぱりミックスしてやってる会社がすごくない世界的にもないと私は思いましたま、釣り込まれにもないですこれをやるのはやっぱり難しいなと難しい これあの難しいというのは、うん、やっぱり開発したい会社はもう本当にマーケティングがあんまり好きじゃないんですよ、うん、自社の製品すらマーケティングあんまりしたくないのに他社の製品なんかマーケティングやってられるかという話なんですよね、うん、作,る作,る作る会社は作ることが大好きで販売が下手あまり好きじゃないとんなケースが多いです。 あとやっぱり売るだけになっちゃうと作る方っていうのはやっぱり全然違う脳を使うのでやっぱりなかなか難しいと。はい、でる売る会社だとやっぱ売る人をどんどん昇格させたり飲めなきゃいけませんから、はい、そうするとやっぱりどうしても作る側の人たちの。軽んじられちゃう。が軽んじられると。 カルチャー的にやっぱ私難しいんだろうなどちらか一方になりがちなんですね。そうですねだから当社では私自身がまあもとエンジニアで上がってきて今は営業やってるわけですけども、はいうん、やっぱり両方のバランスっていうのを適切にだから開発系の役員、うんえー、営業系の役員っていうのも数としてはほぼ同じですし大体、えー、よくありますね営業しか役員になれない会社とか結構あります。かかだからこれやっちちゃうともちろん えと会社というのは営業が重要ですだから営業がどんどんなるのはいいんですけど、うん、でも営業しか役員がいないとなるとやっぱりやる気なくなっちゃいますよね開発の方がそうですね、うん、で当社はもし世界にあるものだけを売ってるだけだと付加価値そんな生み出せないんですよね、うん、確かに販売会社になっちゃうと付加価値は低いとはいもちろん利益率も下がりますただまあ開発だけに今度やっちゃうと、うん、今度はスピードがついてこない確かに あと、数も少ない、あと本当に世界にいいものをお客様に紹介できない、こういった問題が生じます。だから、両方取らなきゃいけないですね、いいものはどんどんいいお客さんに提供する、で日本独自でやっぱり必要な製品というのもあるんですよね、例えば年賀状ソフト、こんなのは世界に置いてないですから、年賀状という習慣自体がまずないですから、これはもう作るとか、筆をですねそういったものになりますね。だから あの日本のような特に特殊なマーケットであると世界にあるものをただ売ってるだけでも全然だめです日本に何か特別に必要なソフトもいっぱいありますだからそれは作んなきゃいけないなそしていいものも世界から仕入れてこれを両方やってるっていうのが私はソースネクストの最大の特徴だというふうに思ってますね。備えている 面白い会社なんですね <laughs> <laughs> ただ私どもはやはり常にお客様の視点から見てるんです、はい、お客さんから見た場合に誰が作ろうが関係ないと思うんですよね、はい ただ最後の責任者としてはソースエフトがありますつまり何か問題があったらソースネフストがきっちりとユーザーサポートしますとここは抑えなきゃいけないポイントですでもどこの国の誰が作ったかっていうことに関してよりはできたものがいかにいいかっていうそこに尽きるんだと思うんですよね、はい、だから我々は自社なのか他社なのか関係なくいいものであればきっちりお客さんに届けたいというポリシーなんですよね。 これまでの人生の中でいろいろ影響を受けてこられた方が大勢いらっしゃるということなんですが、はい、やっぱりソフト会社をやってると、ね、やっぱりどうしてもいい製品を作るという方向にいてこれ自体は間違ってないんですが、はい、でもいい製品をたくさん作っても結局ちゃんと売れる人、うん、もしくは売るシステムがないとダメだとこれをあの、まあ、オ,リオリックスの宮内さんにちょっとこうお話しする機会があったときに、はい、いや、うん 本当に今までいろんなソフト会社見てきたけどやっぱ売るのが得意なやつが強いんだよとうん、うん、これが必ず勝つんだと、うん、だもちろん作るのも得意で売るのが得意だったら面白いですけどうん、うん、でも売るのが得意じゃなかったら結局会社っていうのは大きくなれないという,うん、うん、私そこではっと思いましたね、はい、やっぱりそっちにをちゃんとやらなきゃいけないんだと。 売ることそうですね、はい、もちろん作ることを怠っちゃいけないんですけども、うん、そこがないともうどうしようもない、うん、なだから我々はもっと自信を持とうと思いました、うん、というのはソースンスはなんかこううまく売ってるだけの会社だというふうによく言われてたんですけども、うん、いやこれは誇るべきことだとマーケティングということは誇るべきことなんだということを宮内会長の言葉で改めて思いました、ね、なるほど、はい